どうもこんにちは、ヨヘイです。今日はですね、ウェアハウス 1001XX のワンウォッシュ30、31、32、33を履いてみたになります。はい、今回はですね、少し似た動画になってしまうんですが、かなり前にですね、ノンウォッシュの 1001XX 履けるサイズ全部履いてみたという動画を配信させてもらいまして、まあ、おかげさまで再生数はちょこちょこ伸びておりまして、約2万7000回再生になっております。ありがとうございます。ただですね、そこで言われてしまうのは、やっぱノンウォッシュだと参考にならないというね、ご意見でした。はい、そうですねと、はい、痛感しております。で、ここ最近ですね、 1001XX が入荷しまして、まあ、在庫が潤沢になったので、副本数あるサイズは1本だけね、ワンウォッシュさせてもらい、そのサイズの30、31、32、33を私が履いてサイズレビューをしたいと思いますので、前回の動画よりもですね、よりね、サイズは分かりやすくなっているはずなので、この動画をね、参考にしてもらってネット購入してもらえばと思います。はい、でこのアイテムの販売ページは概要欄とこの右上にリンク貼っていますので、ぜひチェックよろしくお願いします。またサイズレビューの後にですね、コーディネートを1パターン組んでますので、そちらもぜひご覧ください。はい、では行ってみましょう。はい、まずは30インチのワンウォッシュを履いてみました。こんな感じです。はい、私の体のスペックと、ワンウォッシュ後の寸法はこちらに載せておきます。はい、で、30インチ履いてのレビューなんですけども、まずウエストから、すごく、タイトビタビタです。あのベルトなしで、履けちゃうぐらいの、大きさです。こうやって下に力を加えても全然ずれ落ちることはないです。はい、まあ、ただね、履いていくうちに屈伸運動とかして、まあ、ウエストが伸びていくっていうことはあると思うんで、あのすごくね、履けないウエストのサイズではないです。はい、で、あとはシルエット、こんな感じですね。横とか、はい、多分ウォッシュ後、ノンウォッシュだとね、やっぱりバリバリしてるんで、すごいかさばってたと思うんですけど、まあ、ワンウォッシュするとやっぱすっきりしますね。はい、全然まあ、ウエストはタイトですけど、多少ゆとりはあるんで、あの履きやすさは全然あります。まあ、ですので、まあ、好みですよね。まあ、このぐらいのサイズ感で履きたいんだっていう方であれば、まあ、30インチをチョイスしても全然履けるサイズだと思います。まあ、ベルトなしで履けちゃうんで、まあ、それに対してねベルトしてもいいと思うんですけど、あの全然ノーベルトいけます。はい、そんな感じで続いて31いきます。はい、次は31インチです。こんな感じです。はい、31インチを履いてのレビューなんですが、まずウエストから、まだですね、ノーベルトでいけちゃうと思います。あの、多少さっきよりはね、ゆとりはあるんですが、下に力加えても、そこまでずれ落ちることはないので、まあ、ベルトなしで履けるんじゃないかなっていうぐらいのサイズ感だと思います。それで、シルエットなんですけども、やっぱり多少あの太くなっているなっていうのは実感できます。まあ、31インチよりかはね、シルエット変わってると思うんで、まあ、31だとこんな感じですよっていうのが少しでも映像で伝わればなっていうふうに思うんですけど、やっぱり、なんでしょうね、若干違います。あの、好みだと思うんで、正直、ちょっと ゆとりを持って履きたいんだっていう方であれば、31とか次の32っていうサイズを履いても全然平気なサイズ感なのかなっていうふうに思います。はい、ですのでシルエットをね、すごくまあ見てもらえたらなっていうふうに思うんですけど、ちょっとやっぱりたるみが出てきてるんで、まあ、そのあたりがね、見て伝わればなと思います。はい、続いては32いきます。はい、続いては32です。こんな感じです。はい、32はですね、ウエストはやはり大きくなっていて、下に力加えるとずれ落ちてきちゃうので、まあ、これはね、ベルトは必要になってきているサイズになっていると思います。だからって言って履けないサイズではないというか、履かないサイズではないかなというふうに思います。ベルトつけちゃえば全然履けるサイズなので、シルエットですよね、やっぱり。
やっぱ30、31に比べると太くなっているんで、まあ、このぐらいのやっぱシルエット感が好みだっていう方であれば、まあ、32をチョイスするのが全然ありだと思います。はい。それで、まあ、やっぱり私より体型がね、大きい方であれば、多分ね、まあ、タイトにはなってくるとは思うんですけども、おそらく私の30とか31インチのような感覚で32が履けるのかなというふうに思います。まあ、かなりやっぱりシルエットがゆったりしてきているので、より履きやすさはあるかなって思いますね。はい。ですので、このあたりがね、参考になればなと思います。はい、続いては33いきます。はい。では続いては33を履いてみました。こんな感じです。はい。33はですね、ウエストから行くんですが、まあ、32の時と一緒です。やっぱり下に力を加えるとずれ落ちてしまうので、ベルトが必要なサイズだと思います。ですが、まあ、同じことを言いますけども、別にだからって履けないサイズではないかなと思います。シルエットを見てもらえたらいいんじゃないかなっていうぐらいの、ウエストのサイズなので、今明らかにね、30から比べるとシルエットは大きくなっているんで、まあ私のような体型が33を履くとこんな感じですよっていうのが少しでも伝わればなっていうふうに思います。はい、もう全然履けるサイズですよ。こんだけずれ落ちたとしても、まあ、本当にベルトしちゃえば問題ないウエストのサイズ感だと思うんで、本当に好みで選んでもらうのがいいんじゃないかなというふうに思います。さすがにね、33だとシルエットがね、結構ズドンとしてきているんで、まあ、この辺のね、違いがあるので、まあ、太めで履きたいぞという方であれば、まあ、32とか33ぐらいをチョイスして、まあ、細身だと、まあ、30、31ぐらいをチョイスするのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい。そんな感じで続いて4サイズまとめた動画を流します。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。まあ、サイズ感参考になりましたでしょうか。ウェアハウスの定番である11XX から、まあ、先にできてよかったです。はい、で今後もね、在庫が潤沢にある場合、他の形でも、ワンウォッシュしたパターンの動画を公開したいと思いますので、まあ、900XX とか800だったりっていうのは、その時はよろしくお願いします。はい、そんな感じで本日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。